皆さんこんにちは。アートマネジメントコースのコース長を務めております植村秀則と申します。これからアートマネジメントコースについて簡単に説明いたします。皆さんはアートマネージメントという言葉をどこかで聞いたことがあるでしょうか。アート、すなわち芸術をマネージメントする。つまり運営とか経営とか。 ということをするという意味なんですけれども要するに芸術家が作り出した芸術アートを鑑賞したいという人に届ける役割を担う人の仕事だと思っていただければよろしいかと思います例えば劇場やホールで働く人たちの仕事がそうですしオーケストラとか劇団や舞踊などの事務局で 働く人たたちの仕事がそれに当たるというわけです音楽の世界を例にとって言いますとコンサートの企画を考えたりそのコンサートを宣伝したりチケットを売ったりコンサート当日のお客様のお迎えをしたりそれからお金の計算をしたりとその他にもいろいろと仕事はありますけれども そそうういいったた仕事がそれに当たるということこであります基本的にお客様の前に姿を現すということのない仕事ですのでえ皆さんがこれらアートマネージャーの活躍を目にすることはほとんどないかと思われますけれどもこの人たちの働きがあって初めてコンサートは成り立ち芸術が皆さんの手元に届けられると。 いうわけでありますえ、武蔵野音楽大学のアートマネージメントコースでは音楽を中心にした舞台芸術のマネジメントができる人材を社会に送り出すということを目的にしておりますこのコースで学ぶのはどういった内容かと言いますとまずは音楽についての基礎的な勉強はしっかり していただきます例えば音音音楽楽楽史理論それから音楽実技などですこのコースは音楽家を育てるというコースではありませんけれども音楽のことがよく分かっていないと企画は立てられませんしそれから演奏家の方たちと相談することも難しいからです。 音楽以外ではいろいろな舞台芸術の公演の制作それから広報宣伝の方法とかチラシポスターなどのデザインを制作する授業コンピューターで音楽を制作する DTM の授業劇場ホールなどの施設の管理運営などを幅広く学んでいきます。 この幅広く学べるというところが本学のアートマネジメントコースの特徴でもあり強みでもあります。また文化政策ですとか芸術関連の法制度それから会計の基礎などについても学んでいきます。これらはマ,ードマネージメントの 経営や運営には不可欠な知識であるということで、カリキュラムの方に入っております。その他では、音響や劇場などの音響、それから照明などの舞台技術ですとか、演劇や舞踊についても学ぶ科目もあります。それは主に教室でにおいての 講義になりますけれども他に学内・学外で現場を体験するインターンシップというものもありますまた四年生になりますと学生の企画制作による演奏会を学内のホールで行うということもありますまた、えー、授業や実習を通して コミュニケーション能力ですとか発表する機会が多くありますのでプレゼンテーション能力というものも日々嫌い鍛えられていきますしビジネスマナーなども身につけることができるカリキュラムになっていますアートマネジメントコースについて詳しくお知りになりたい方はオープンキャンパスにぜひ お越しください。実際、学校の雰囲気に触れ、体験授業などもご参加いただければと思っています。なお、学生の企画制作による演奏会なども配信しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。よろしくお願いいたします。